トッシーの面々最弱から最強へ。トッシーの面々。はい、おはようございます。トッシーです。チャンネル登録者1万人目指し、母の介護をしながらラーメン店さんを応援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ただいま朝の7時、チャリで爆走中です。今回のお店はあの鬼の DNA を継承するこちらのお店です。京急線京急鶴見駅からは徒歩約12分、朝5時から営業中、ラーメン松新さんです。店主はあの戸塚のレジェンド、ラーメンの鬼佐野稔さんのお店品そば屋で使用された方で、どうも気になりすぎてチャリを飛ばしてやってきました。それでは最後までご覧ください、どうぞ。はい、食券制です。今日は特製醤油ラーメンを食べたいと思います。いただきます。まずはスープから。美しい芳醇系醤油スープ、鶏だしのふっくらふくよかで優しい味わいにうっとり、まろやかな醤油に乾物でしょうか、奥ゆかしい厚みがあり、じわじわっと広がる旨味、余韻が長くめちゃくちゃ美味しいです。陶器のレンゲの口当たりがまあ素晴らしいですね。続いて麺です。中細のストレート麺、しなやかでつるみがあり程よいコシ、すするたび鶏の旨味をしっかりと運んでくれる素晴らしいすすり心地、これはうまいっすね。具はチャーシュー2種4枚、柱麺は青ネギ、味玉、ヒレの長いワンタンです。味玉ファンの皆様安心してください、黄身が濃厚でトロントロンです。大ぶりなチャーシューはロースとバラの2種、どちらもとても柔らかく煮込まれていてとろけるうまさ。柱メンマもシャクシャクと甘くていい感じ。ヒレの長いワンタン、滑らかでちゅるりとした皮に優しい味わいのあんがたまりません。スープとの馴染みも抜群で、これは絶対おすすめ必食です。戸塚のレジェンド品そば屋佐野稔さんの味を継承しながらも独自の進化を遂げた松新さん、一つ一つ丁寧な仕事で邪魔することなど全くない、スープ麺具の素晴らしい一体感、完全な丸を描いたような仕上がりは新店とは思えません。僕が特に気に入ったのはワンタン、ちゅるりとした長いヒレに、あんは鶏肉でしょうか、いやはやとんでもなく美味しかったです。ラーメン松新さん、ぜひ行ってみてください。完食完飲大満足、ごちそうさまでした。新企画、トッシーのおごるし。ラーメンが好きな方、ラーメンデビューしたい方、俺ラーメン作ってますよという方、私 YouTuber ですという方、老若男女どなたでも OK です。僕の YouTube に出演していただける方にラーメンおごります。僕のツイッターかインスタグラムに DM ください。お待ちしてます。
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。